Today we're interviewing Arai Sensei. He was one of my teachers when I was studying animation in a vocational school here in Japan. He does background animation for animation, video games and such, and he has his own studio. I'll be adding English subtitles to the video because I'll try to do my best and interview him in Japanese. 今まで一番好きなの働いたのアニメ。あ、働いたやつってこと？一人仕事したやつの中の好きなのは紅とか、あとグスコーブドリとか。グスコーブドリはあの鈴木さんも一緒にやったけど、あ、そっか、いい作品っていうか自分で自分がやるときが楽しかった。あ、それは今言って作品は2つともとってもいいんだけど、なんでかっていうと監督が何も言わない。あ、自由に、そう、自由にやらせてくれるのがで一番いい、うん、で結果もフィルムになった時も一番いいと。うるさい人はもう全然なる。で、例えばなんか、あ、この好きなのアニメの頼みが来ました、ででも働いてからもう好きに、まあ、嫌いになりましたとか、なんか監督がうるさくてあったとか。そういうのいっぱいあるんじゃない？だいたいほら、いや言わない言わないって言っても始まると言う人いるじゃない。何のタイプの？いやー、どうだろう。なんかチェックやりすぎとか。そう、チェックやりすぎっていうか、要は結果に対して、結果といえば、そう、リゾルトに対して、まあ、要は×三角っていうのは、ん？あ、ま、結果に。結果？何の？何か見て、はい、これはこうじゃない、ああじゃないじゃなくて、その前に、いい監督っていうのは、前にこういうイメージの絵が作りたいって言って、お願いしますっていう。とか前から設定が、そう、そっちの時で監督は、うん、詳しくしないと嫌になる。最初の段階でつかめると、あとはほとんど OK で、本当に違うとこだけはこれはちょっとこういうふうにしてっていう、うん、ここだけはっていう。